僕とシムの街はエレクトロニックアーツから発売された任天堂ゲーム機器と Windows ドベド専用のコンピュータゲームソフト。拡張パックを含めて全世界で7000万本以上の売り上げを出したシムズシリーズの一つである。Wii 版の僕とシムの街は街の住人であるシムたちとプレイヤーが仲良くなっていくゲーム。それに対して任天堂 DS 版は リゾート地でアリストの仕事をこなしていくゲームである。Windows DVD 版は基本的なゲーム内容は w i i 版と一緒だがキャラクターや家具類等が追加されたほかオンラインでも楽しめるようになった。m i i のようにキャラクターを作成したりカスタマイズできるのとは別にプレイヤーは素材ブロックを組み合わせたりテクスチャを選択することによって プレイヤーや NPC の家や家具をカスタマイズすることができる。プレイヤーと関わることになるシムたちは最大80人中20人程度でマッドサイエンティストや魔法使いや料理人などもいる。シムたちは自分のために家や家具を作ったりカスタマイズしてくれるようプレイヤーに頼んでくるので他のシムズシリーズのように出会ったシムたちと仲良くなっていくことがこのゲームの 主な目的である。他のシリーズに比べて特徴的なのがエッセンスでシムたちと会話したり依頼をこなしたり街の中から見つけることでエッセンスを見つけることができる。エッセンスは飾り付けに使うのをはじめとしていろんなことに使える。僕とシムの街は他のシムズシリーズと比べてキャラクターデザインがデフォルメされてアニメ調になっている。これは エミーとヨナガの発案でイギリスのオフィシャルニンテンドーマガジン誌で語った内容によるとマリオや他のニンテンドーキャラクターのようにデフォルメされているキャラクターの方が日本人は慣れているだろうしその方が自然に見えるだろうという考えによるものであるまたアメリカのニンテンドーパワー誌ではデザイナーのロビン・ハニックが日本では他の国に比べて これまでのシムズシリーズの売り上げが悪かったので、キャラクターデザインを若々しくして、全世界にアピールできるようにしたと語っている。僕とシムの街のキャラクターの中にはオフィシャル、ニンテンドーマガジン誌の編集者、チャンドラネアをモデルにした者も,もいる。最初からいる、住民庁の評価1から現れる、住民庁の評価2から現れる、住民庁の評価3から現れる。 住民庁の評価4から現れる、住民庁の評価5から現れる住民 Wii 版では、ヌンチャクを使用して、自分のキャラを操作したり、Wii リモコンを使用して、建物や物を動かしたりする。Nintendo DS 版では、タッチスクリーンとマイクを使った、釣りをはじめとしたミニゲームがたくさん用意された。僕とシムの街シリーズはどれも、Wii 版に比べ、DS 版はミニゲーム集の色合いが強い。 Windows DVD 版ではキーボードを使用して自分のキャラを操作したり、マウスを使用して建物や物を動かしたりする。ファミツール DSV 別冊付録ファミニコミックで連載。作画は藤丸青。Wii 版では前作にあった素材ブロックをパズルのように組み合わせて家具を作るという要素はなくなった。その代わり橋などの施設を作ることが可能になり、 エッセンスや、地、家具のカスタマイズアイテムの種類が増え、動物が登場するようになった。プレイヤーはあらゆるものをカスタマイズできる杖を持つ、ワンドリアという職業になり、王様の妖精で、王国内に散らばる島々を巡り、謎を解き、困っている住人たちの願いを叶えて幸せにする、使命を与えられる。DS 版では悪者にめちゃくちゃにされた街を、チューチューマシンでエッセンスを集めて、 アイテムを作り、ミニゲームをこなしながら復興していく。Wii 用ゲーム、僕とシムの街エージェント極悪社長から世界を救え、大作戦。と DS 用ゲーム、僕とシムの街エージェント謎の解答から秘宝を守れ、大作戦。の2種類からなる。和訳すると、僕とシムの街、スカイヒーローズになる。自分の戦闘機を作成し、ミッションや、エアレースを行いながら、 ゲームを進めていく。Wii、DS 以外にも、PlayStation 3や Xbox 360でも発売された。日本国内では未発売。なお、現時点では本作を最後にシリーズの新作が発表されていない。ありがとうございます。